はいどうも院長です。じゃあ、こちらで今日最後は LGBT、ね、LGBT 理解、えー、なんだっけ、なんとか法、ね、稲田法ですよね。稲田法、早く、なんか、この、効力停止してさ、ね、うん、なんかもうあの、なくしてもらいてんだけど、うん、だからこれをなんか、効力停止させる新しいなんか法律を、この、ね、かぶせてもらいてんだけど、これ、邪魔だから、はっきり言って。ね、去年、散々だったよな、ほんと。 でねうん、やっぱりこういうわけのわかんないやつがやっぱ出てくるんですよ。NPO、うん。NPO、ね。もうなんか <laughs> またかよ。<laughs> NPO 関連のあ違う LGBT 関連の NPO。うんまあ、なんか理事長だって。親や、これも、ね、言ってる意味が何回,何回読み返しても言ってる意味が全然わかんないんだけど。<laughs> もう頭沸いてんな。<laughs> 親や周囲、周りの大人たちがってことだね、えー。が、子供の性別を決めつけないでもらいたい。じゃあ、どうしろっつうんだよ。何がしてんだよ、こいつ。いや、この、なんか、LGBT 信者を増やしたいんですよね。だから早くからこの生まれながらの,この性別が男性なのか女性なのかっていうところで、ね、えー、なんかこの、はっきりとうんさせちゃう,うん、それがなんかね、やっぱ嫌なんだろうね。 ある意味、これ、反日売国洗脳教育なんかと一緒だよね、やり口が。え、だって、もうなんかそういう映像さ、海外の方からなんかそういう、ね、でもいいんだ、僕たちには、ね、子供たちになんかこの、教え込めばっていう、なんか気持ち悪いさ、な変な洗脳ビデオ、僕確か去年紹介したと思うんですけど、マジキモいやつ。だから、あれと同じことをやっぱりね、この日本国内でもやろうとしてるんですよ。うん。 いいんだ今はね、うん、なんか大人たちには、ね、理解得られなくても、ね、いずれ子供たちが大きくなった時には、ね、世の中が変わるからみたいなこと、なんかわけのわからん、なんかざ言を歌いながらさ、ね、きっしょいなんか映像あったの覚えてますうん。なんじゃこりゃって。だあんなのにまるっと影響を受けて、やっぱり日本国内にもこういう変なやつが出てくるんですよね、やっぱりね。子供の性別を決めつけるなんてどういうつもりだよな。 えー、支援団体 SHIP、SHIP SH、出荷、SHIP <laughs> もいノ、出荷何出荷するんだよ <laughs>、えー。理事長、星野さん、海老名市、座間市、綾瀬市、<laughs> なんかい,い,いわくつきの <laughs> 界わいばっかり見えるのは気のせいかな、これ。 えー、神奈川県、えー、いや横浜市、横須賀市、大和市から委託を受けて性的マイノリティ当事者や家族からの相談支援事業などを行う認定 NPO 法人もうこういう NPO も全部さ、ね、バラせっつってんのにな、うん、う普通になんかもうただの犯罪ね、出発パチャップさ、ねうん、反日売国組織に成り下がってるってうか最初っからそうだっていうのはもうばれてんだからさ なぜ一向にこの片付けに行かないんだろうね、こういうところもね。で本部が横浜市、えー、神奈川区にあるんだと、えー、子どもからの相談も多く、理事長の星野さんは親や周囲が子どもの性別を決めつけないでほしいと訴えていると、えー、相談年間350人。えー、で、このップは2002年設立の性的マイノリティ支援団体、横浜横浜。 なんて読むんてだろうこれ CRUISE、えー、ネットワークが前進、えー、電話や対面で面相談を受けるほか、はあ、当事者や家族の交流の場を提供する、えー、22年は対面と電話を合わせて約350人の相談を受けたとはあで、えー、長年相談を受けている星野さんによると最近は当事者よりも保護者からの相談が増加傾向にあると えー、子供から LGBTQ なのであることカミングアウトされ、接し方が分からず相談に訪れるケースが多いと。で子供の自己肯定感を高めるには保護者の理解が必要と訴える。ただ、えー、保育園の保護者の中に、えー、女性保育士がいいという声が多くあることは、ね、保護者にジェンダーバイアスがあるのではとしてその上で、えー、保護者 が子供の性別を決めつけてしまうのは良くないと強調、まあ、中学校でも進路指導で、えー、女子ならこの職業に進むべきという決めつけをする教師がいると懸念するとで、えー、身近にロールモデルが不在だから少数だからだろ、えー、子供からの相談で多いのは身近にロールモデルとなる人がいないという不安の声、えー、最近では LGBTQ であることをある程度受け入れてその上で孤立してしまっている人が多いと分析 えー、身近な相談窓口や交流の場をもっと増やすべきだと主張、えー、パートナーシップ宣誓制度が県内全市町村に整備されたが、えー、自治体により受けられる行政サービスの範囲に差がある星野、えー、さんは公営病院での手術の同意など、えー、利用できるサービスの範囲を広げて分かりやすくしてほしいと自治体の対応に期待するとだからよなあ それはお前らの心の中の問題を、ね、この他人とか他者とか社会に押し付けてきてんじゃねえよ、いつも思うけど。な性別生まれながらの性別だろうなあ、ね、生まれながらの性別が男なのか女なのかっていうのはもうもう何回も去年も言いましたけどね,ね、生物として人間なのかそうじゃないのかと同じですよ、ね。どうにもならないしどうにかするべきじゃないんだよ、本当は。 性別は遺伝子で決まってます。ね、LGBT でトランスや自認しても性別は遺伝子で決まるんですよ。ね、だから遺伝子を無視した性別を認める非科学的な LGBT ムーブメントは、ね、もう極端なこと言えば、ね、人類滅亡に向かう前兆なんじゃねえのかなって僕はそれぐらい危険視してますけどね。はっきり言って。うんね、生まれながらの性別だよ。だから出生時に決まるんだよ。 うん、でほとんど多くの人たちは自分の性別はそのままだろ、ね、ごくごく少数の人たちがそれにね、たかって金儲けしたいやつらが、ね、性自認を認めてって、認めるべきって、差別だって騒いでる。うん、だから商売なんだよ、結局は。うんね、男がいる、ね、女がいる、ね、それで人類は存続し続けてきたわけでしょ、うんね、生まれながらの性別が、ね、男性なのか女性なのか。 ね、体の性が性別ってことでいいに決まってんだってかいいも悪いもねえんだよ。うん、だ結局ね、このうるさいごくごく少数のやつらが被害者面でこの騒げば騒ぐほどこんなごくごく当たり前のことが、ねうん、理解に苦しむよ、本当。うん こうやってね、次から次へとさ、新しくなんかわけのわからんこのザレ言を持ち込んでね、ねおかしな世の中になっていくんだろうな。うん。なんだろう、そもそもこの男らしさとか女らしさって別にあって普通だと思いますけどもね。うんむしろなんかこういう世の中だからこそ僕は大事だと思いますけど。だからもうこういう輩からって全くもってなんかもうほんとさっぱり意味がわかんない。理解できないですね。うん。ね。 生物としてのこの性別は生殖期の有無,無っていうかまあ形状により決めるねだから生まれながらの生物としてのこの性別が男性なのか女性なのかでもうそれ以外にないですようんえじゃあ逆に聞きたいんだけど子供に対してさねあなたは性別なんて気にしなくていいんだからね男よでも女よでもね自分の好きに選んでいいんだよって教えるつもりかアホか はい、以上です。